ロマンス。あの森沢拓也会長が立ち上げ、18年にわたり時代を駆け抜けてきた名店。時代を先導してきた彼らが今再び時代の先駆者として躍り出るために始動した。アールズネクストジェネレーション。どうも、ロマンスですよ。ですね、今日は、ホスト TV 始まって以来初のバラエティ企画ということで、やらせてもらうんですけど、やばいですね、今日のやつ。今日のセットは多分今まで類を見ない豪華なセットになってます。今日はね、絶対ね、楽しいのよ。アールズネクストジェネレーション、今回からの新企画はなんとロマンスがドッキリに挑戦。まだホスト TV にあまり登場していないメンバーを中心とした5人のキャストに衝撃のドッキリを仕掛けます。カメラが回っている前で繰り広げられる驚きの出来事に彼らはどんな反応を示すのか。1回目の今回はレオさんをドッキリに仕掛けます。これ ね、 面白いよね。みんなね、いいリアクションするもんね。いじりがいのあるメンバーっていうね、本当楽しめると思う。自分と、歩はこちらの、モネタイツで、ね、そのリアクション具合を見させてもらう形で、うちの新人店長は、仕掛け人ということでね、まあ、よくあるやつですね。ということで、視聴者の皆様、これから楽しんでください。いやー、超楽しい。マジでこういうの大好き。いや、本当に俺はね、こっち側で良かったなと思ってます。マジで拷問だもん。来た。もうなんか椅子しかないですみたいな。処刑台だよ、処刑台だよ。お願いします。喋ってますけど、あとね、やばいぞ、顔色変わっちゃうから。すいません、ありがとうございます。ちょっとありがとうございます。なんでコーヒーなんですか。すいません、ちょっと熱く大丈夫ですよ。ふわふわ、冷静にまだ。あ、いやいや、大丈夫です。待ってください。大丈夫です。いや、もう手がやばい、手がやばい。コーヒー入れてきたのに。すいません、いや、大丈夫です。本当すいません、申し訳ない。じゃあ、りょうさん、じゃあインタビューをまず始める前に、はい、じゃあ今カメラテスト OK、 これで。はい、OK です。いけます。OK、 じゃあ OK なんで、じゃあスーツの方に着替えていただいて。はい、こちらに。はい、どうぞ。すいません。スーツ持ってきてないんですけど。スーツ持ってメールで。メール伝えてない言われた時にその場でメールしたんですけど伝わってない。怒ってんのかな。すいません。メールした後電話とかして確認じゃダメでしょ。はい、すいません。スーツかと思いきやってミッキーマウス着てるからね。スーツ一切スーツと掛け合わない、はい、今日このままで撮られるとまずいっていうのは特に。あ、別にないです。ないですか。はい、わかりました。じゃあもう大丈夫です。すいません。このまんまちょっとインタビュースタートしますんで、は
はい、じゃあお願いします。わかりました、行きます。はい、大丈夫です。あ、ほんまなんじゃん。ちょっとごめんごめん。ホストになったきっかけを教えてください。そうですね、ホストになったきっかけはあのロマンスのヨセさんをテレビで見てお会いして、で、まあ、こういう人になりたいなと思ってロマンスの方に入店させてもらいました。ホストを始めたきっかけです。そしたら結構前になりました。結構前になりました。携帯貸してふざけんどけよ。すいません、携帯貸してふざけんすいません、すいません、サンさん、すいません。大丈夫ですよ。すいません。大丈夫じゃねえだろ、ほんとで、それでお会いする機会があって、はい、で、こういう人になりたいなと思ってお仕事しました。あ、そうなんだ。はい、で、大丈夫ですよ。おい、進まねえな、おい、ちょっと。お前、帰っていいよ、もう。すいません、行きます。やばい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 。自分の現場なので、すいません。もう、いても立ってもいられません。なんでこんなとこ来ちゃったんだよ、もう。これがですね、ちょっと聞いたところの情報で、はい。お松さんに入店時、一人で、お聞きしてるんですけど。はい。そうですね、はい、まあ営業も兼ねてと言っときましょうか。はい。ギャルが好きですか。まあ可愛いに越したことはないですけど、ひとしきり盛り上がったところで。そうそう、来る。ギャルが好きですか。まあ可愛いに越したことはないですけど、どういう子、はい、やっぱり、あ、ちょっといいですか。来た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 、やばい、また来たよ。ちょっと今、入ってます、この音。これです、ちょっと、すいません。座り方って何でもいいですか。はい、大丈夫です、座ってるんですけど。ちょっと音入ってない。入ってないじゃねえだろう。すいません。何してんの。はい、どこから入ってない。いや、もうこれ一番最初です。はぁ、確認しろよ、そういうの最初に。バカか、マジで。すいません。すいません。大丈夫ですよ。でも今のって、質問って聞いてなかったですよね、今のその。そうですね、だから。そうですね。はい、アクリルで行きました。ちょっとドッキリ的な感じだったんで。なんか聞いてない程度ってできます？できますけど。じゃあ、もう一回やるんで、はい、ちょっとわざとらしくっていうか、なんていうか、もうちょい大げさにやってもらっても全然構わないんで。あ、そうなんですね。あ、すいません、本当に。バラエティ的にはちょっと美味しくないリアクションがあるもんね。ロマンスさんに入店時、はい、一人で、あ、それ聞いちゃいますか。本当ですか。はい、かもしれないですね。はい、あ、思います。はい、あ、なるほど。はい、まあ、OK でしょ、ここで。そうですね。これ以上あんま聞いちゃう、はい、ちょっと一回、ちょっとセットだけ変えるんで、ちょっとお待ちください。はい、すいません、ありがとうございます。今、待ってたくらいです。待ってたくらい。いや、相当びっくりしました。つながらない。でも、これ、普通に答えでいけるのかと思って。今、本当に、じゃあ、変じゃん、そんな。そうです、つながらない。まとめとか言ってやりますか。できねえからって言うの、取れたらいいだろうって、はい、だからそこは現地の証明。もういくつ？23ですよ。あ、じゃあお客さん来ても3分だから、5、6年前か。できてねえからって、お前ができてないからもう言わねえだろ。来た、ちょっとできてねえだろ。できてねえだろ。撮影やるって早いの。編集でちゃんとやるって言ってんだろ。だからできてねえから。こっちでどうなる。触んじゃねえ。はい、映画できてねえ。やばい口元。
じゃあやめるからさ。やられるんじゃねえよ、待って。おいおい、てるてるー、そういう感じだったんですか。すげえ真面目に答えてたじゃないですか。俺相当びっくりしましたね。なんだこのくだりやばいやんと思って。え、なんですかこれは一体。全体ドッキリです。あ、ドッキリなの。ドッキリです。え、それ以外なんもないですか。そうなんですよ、気づいた。はい、もうこれでここまでで終わりです。相当びっくりなんですけど、これ何なんですか。これでもう終わり。終わりですか。終わったらドッキリかかっちゃいました。ドッキリかかっちゃいました。いや、もう感無量です。やめます。一生懸命してきたのに。全然気づかなかったです。全然気づかなかったです。ああ、やばいやばいやばいと思ってました。まずは大悠さん、別モニターで見ててやっぱ面白かった。面白かったです。一番驚いたのは どういうところでした。一番驚いたところ、いや、あの喧嘩のとこじゃなくて、やっぱりあゆみさんとノラさんが出てきた時になんだこれと思いました。はてなはてなはてな。レオさんもちょっとこの後一緒にいると思います。あ、そうですか。モニター室の、いや、もうそれ絶対楽しいじゃん。一番最初、一番最初に来てよかった。次週もお楽しみに。ロマンスでは一緒に働く仲間を募集しています。豪華な内装と確立された教育システム、数々のカリスマホストを輩出した圧倒的な知名度を誇るロマンスであなたをお待ちしています。